こんにちはですいや今回はですねオーストラリアから帰国して初の買ってよかったものと手放してしまったものについて紹介していこうと思います。 このコーナーナね毎月1回ぐらいやってるんですけど結構楽しみなんですよね毎回なんかこう動画で一本でね紹介するなちょっと迷うなっていうものとかなんか細かいね生活雑貨とかも一気にね紹介できるので本当に最高ですというわけで今回はまあガジェットというかまあ生活雑貨とかそういうのがねメインになってくるんですけど紹介していこうと思いますそれでは早速いってみましょう はいまずね早速紹介していくんですけど今回購入したもの一発目はこちらですねこれ iPhone ケースなんです iPhone ケースなんですけどこれよく見ると ここに分かりますか物理ボタンがね搭載されているんですねこれプチプチってしていてこんなんで売ってるのかよっていう感じではあるんですけどもう最強の iPhone ケースだと思っていますこれはねクリックスっていう英国のメーカーかな確かイギリスのメーカーが出している iPhone ケースで本当にねこれデザインだけじゃなくてここでポチポチ入力できるんですよねこんな感じでパチッとね入力して例えばこうやってちょっと入力にはね慣れが必要 なんですけどこんな感じでトバログですみたいな感じでポチポチと物理キーボードで気持ちよく iPhone で入力できるっていうところがね売りのキーボードですこれ後で詳しく紹介したいんですけど日本語入力もできるししかもコマンドキーが付いているのでコマンド Z とかコマンドシフト Z で文字の入力のねやり直しとかまあ巻き戻しみたいなそういうのがね気軽にできるのが最高ですねいやこの感じめっちゃ良くないですか変態的なんだけどなんか最近 iPhone とかね だいぶこうスマートフォンもね形が似たり寄ったりなのでこういうのを逆にあえて使うとクールな感じがしますよねもともと確か「セスとかで発表されていてそれでねちょっと国内でも話題になった感あるんですけどそのタイミングでね先行発売していたので思わずポチっていてでそこからねオーストラリアから帰国した今のタイミングでやっと届いたっていう感じですねだいたいまあ3ヶ月ぐらい待ったのかな当時は使い心地に関しては動画をね今撮っているところなので後日ね詳しく一歩 動画出せればなと思っているんですけど意外とね作りがしっかりしていてこれ、まあ、ここが、ね、充電式とかじゃなくて有線の USB-C で直接ね iPhone に入力できるんですよなのでこっち側の、ね、バッテリーとか、まあ、Bluetooth の接続とかその辺の、ね、煩雑さがなくもう使い始めて届いた瞬間からすぐに使えるっていうのがすごいかっこいいなと思います意外とね質感も良くてこれシリコンケースで側の部分はできてるんですけどこのね裏の部分とかは結構ねサラサラ とした素材感感でででここはねねなんんか人工の川っぽい感じで作られてるんですよねちょっと前はこういう系の iPhone アクセサリーもたくさんあったんですけど最近はこういう物理キーボードじゃなくてやっぱソフトウェアキーボードはね主流になっちゃってなかなかこういうタイプのもの出てなかったんですけどこれはね最新版っていうところでめちゃくちゃ楽しいです。ていうところで最近買ったもの一発目はピーキーなんですけどこちらのケースでした。後日ね動画を出そううととと思っているのので実際打ちち心地どうなのとかちゃんと打てるの のどんなところが便利なのみたいなところを紹介していこうと思います はい続いてキーボードつながりで紹介したいのがこちらですねこちらかっこよくないですかこの豆腐みたいなミニマルなスタイルの転機ですねがっつりしたこのねメカニカルスイッチを搭載しているキークロンのものでこのね真っ白な限定バージョンなのかなちょっとね後でこの中のスイッチ変えたりとかこのキーキャップをねもうちょっと自分仕様にしたいなっていうのがあるのでそれもね動画撮ろうかなと思ってるんですけど背面にもロゴが なくて何にもね余計なものがないこのスタイルめっちゃかっこいいんだけどこれうわあこの USB-C ポートだけが搭載されていてしかも金属なんですよねこの金属でめっちゃ重いんですよちょっとねあのスズりあるじゃないですか数字とかで使うスズりぐらいの重さのこのねペンなんですけどこの重さによってこう入力する時もねずれずにこうなんか 重厚感のある気持ちでこうね押せるっていうところがやっぱかっこいいですね。まあ元々ねこういうタイプの別メーカーのエポメーカーっていうやつを使ってたんですけど、まあそれの理由がこのねキーコロンのこの白いテンキーがねなんかプレミア価格で割高になってたからっていう理由でまあ、そっちをね購入して今まで使ってたんですけど、まあ、オーストラリアでね何気なくキーコロンのサイトを見てたら普通に売ってるんですよね。向こうって白いガジェット全く人気ないのでこういうね白い限定エディションとかも 普通になんかね低価でいっぱい売っててえそれでえこれ日本だと3万円とかするんだけどこっちだと1万円で買えるのみたいな感じで、まあ、直接ねオーストラリアで買ってそのままね日本で開封したっていう流れのキーボードですいやこの質感やっぱ金属の筐体のキーボードってめちゃくちゃかっこいいですねちょっとね HHKB とかもまあ好きではあるんですけどやっぱこの金属のスタイルだと全くこの入力する時のね気持ちというかこの安定感が全然違う なので、やっぱ金属って最強だなっていう風にね。感じます。ちょっとね。筐体の色がね。真っ白すぎてまあ、こういう他のね。白系のガジェットと組み合わせるとなんかね。 青白い感じなので、ちょっとゲーミング感あるかなとかあとキーキャップと本体のね色がちょっと違うのでその辺ねどうなんだろうっていうところはあるんですけどこれもね、実際にスイッチ入れ替えたりとかホットスワップだったりキーキャップ変えたりあとねマクロとかも組めるらしいのでその辺も含めてねちょっと後日また改めて紹介したいと思っていますこれはもううデスク上の必需品となりそうです。 はい、続いてはこれ無印良品の道具箱ですねいやーこの質感めっちゃいいですよねこれはまあ本当にね普通に道具箱というかいろいろねあのドライバーとかそういうね細かいものを入れるためになんかいろいろね探してたんですけどまあ結局これでいいのかなっていうところで無印良品ののの白いい質感のねこの道具箱を購入していまもともとはねまあそういうの使ってなくて適当にねあのデカめの箱とかに入れてたんですけどやっぱりね一つにまとまって 出た方が物を探すとき楽だなっていうところで、まあ、これにしてますね一応ねこれ金属でできてるんですけどこんな感じで白い塗料で塗られていてしかもね割とマットな質感もありつつっていうところで価格的にも安いしまあこれ定番スタイルだろっていう感じですねこのこことかも全部白なのすごくないですか結構こういうのって一部に黒いものがね使われてたりするんですけど全てちゃんと塗装されているっていうところが美しいですねで中身はね本当に シンプルでこう。ガシッガシッとガシッガシッとね。こうやって開けてまあ開けるとね。普段使っている。こういうね。まあ物を入れてるって感じなんですけど、本当に届いた時は何もね。段がなくてこんな感じでね。シンプルな雰囲気でしたね。こういう感じ。一応ね。ここがボコッとなっていて、このままガシャガシャっと入れるのもあれなので、細かいものはこういう風にね。 これもなんか無印とかだったと思うんですけどそういうのにこういう星の距離系だったりガジェットではないけどこういうタイプのこういうドライバーとかそういうものをね一気に入れているっていう感じです。あと結構ねダイモとかも使うのでこういうのもガシッとなんかよく使う文房具かどうかは怪しいんだけどちょっとねガジェットでもないけどこういう道具系は結構使ったりもするのでそういうものをね一気にここにまとめて収納しています。 なんかこういう系も本当はねなんかいい感じの使い勝手のいい、まあ、壊れにくそうなものをホームセンターとかで買おうかなと思ったんですけどやっぱねデザイン的にここまで洗練されんと、ね、はまよこう当けた時にここが段になっていて2段とかでね使える系のものが欲しかったんですが、まあ、そういうのもなさそうなのでちょっと部屋に置いた時のねデザイン性みたいななんか馴染みやすさを優先してこちらを買っています。 まあちょっと、ね、ガタガタ音するんですけど実際に手に持つとこんな感じですねインパクトとか入らないけどそれ以外を収納するっていう感じですでサイズに関しても結構いくつか種類はあるんですけどいろいろね物を入れたりするのでこの、まあ、大サイズなのかな一番大きいものではないと思うんですけど大サイズのこちらを買っています結構こういう工具類って割とまあカラフルなもの多いじゃないですかそれをねまとめて引き出しとかに入れとくのもなっていう感じだったのでこのね白い感じでいつでもね近くに 置いといて使いたい時、diy したい時にこれをね持っていけばいいっていう。そこのね。シンプルさが気に入っています。これはね引っ越してから新たに買いました。 はい。続いて購入したものはこちらですね。ちょっと威圧感のある原色マシマシの感じの看板なんですけど、こちらね、オーストラリアの,あのホームセンターで一気にね、まとめ買いしたものです。それを日本に持って帰ってきて、日本でも使おうと思っています。いや、こういう感じ良くないですか、まあ、この部屋のね、入り口とかにこんな感じで貼っておいたらいいかなと思ってこういうのとか、あとまあ結構ね、 まあ最近セキュリティの問題とか割と空き巣とかそういうの心配だったりするのでこれとかを玄関の周りとかねすごい分かりやすい位置とかにセキュリティノーティスみたいな感監視してるぞみたいな。 なんか日本人なのののにに家の前にこういうの置いい置てあったらちょっとやばそうなな感じしませんなんかちょっとあなんか怖い人住んでんのかなとか外国人が住んでてなんか撃たれそうだなみたいな雰囲気あると思うんですけどちょっとねその威圧感もありつつ日本のね防犯カメラ作動中ともちょっと違った異国感あふれるこの雰囲気すごい好きですね。 日本のやつよりもやっぱりね海外でこう何気なく普段オーストラリアの人たちが使っているホームセンターで買ったっていうところでまあそれがねシンプルなんだけど日本人的には逆に新しいっていう感じでこれはね買ってしまいましたねこれめっちゃ良くないですかこういうの逆にねオーストラリアの人からすると日本語で書かれているこういう看板とかかっこいいって言って買って帰るんですけど僕らからするとやっぱりこういう英語でこう言い扱いマシマシの感じでねあるスタイルがかっこいい なと思いますでこれも結構おもろいんですけどこれは結構ねみんななんか向こうの人とかカフェとかレストランとかでも結構休憩行くんですよね。ワンオーペとかでも結構休憩行ってその時間なんか空いてなくてまあこの時間に帰りますみたいなねそういうゆるい雰囲気だったりするんですけど営業中でもそんんなな感じなんですよでそういう時に例えばね12時ぐらいに行ったらこれがまあ看板でかけてあって1時頃戻りますよみたいなこの時計で分かりやすくね戻る時間とかを書いてあったりして。 そのなんか雰囲気いいなと思って、まあ、僕もねこのオフィス一人だけでしかもね家の中なんであれなんですけどこういうのをね貼っておくとちょっと気持ち的になんかね 向こうを思いいいい出すよううなな感じがしていいかなってかっとここころで,ここでも、ね、買っていいいますいやーすやごいよな向こうとか結構コンビニでもねやっぱ家族と電話しながらレジしてたりみんな基本座ってたりとかね割とそういう文化だったりするのでこっち見るとこの「カムインとか「オープンとかねそういうのもあるんですけどただいま席を外しておりますみたいな感じがこのね看板で表現できるといいですね。ほ、まあ、本当にね気になった人は多分普通にアマゾンとか楽天とかでもこういう系買えると思うので、まあ、買ってみても良さそう です。はい、続いてはこちらですね。エレコムの結構、ミニマルな雰囲気の電源タップを購入してます。結構電源タップって割と長持ちするから、なんか1人暮らしとかね。大学時代から使ってた100均のやつとかがね。まだあったりしてたんですよね。で、それをね。前の家までは使ってたんですけど、さすがにまあ結構こういうのって寿命もあるし、なんかね。爆発とかしたら怖いなっていうのもあったりして、ちょっと一気にね。この際だからおしゃれなのに買い替えようと思って。今はこの。 エレコムのちょっとおしゃれなシリーズのものを買い替えているっていう感じです、まあ、結構電源タップっていろんな種類あるんですけどこういう、ね、エレコムのやつがなんかこのスタイリッシュな感じですごいいいですよね。ここがこれ釘とかなんかあの壁に有効ボードとかでも後が残らないピンとかでも使える系の形状なので、まあ、これとかをねガチッとやって、まあ、賃貸なので釘はさせないんですけどそういうね賃貸でも OK なビスとかでこう壁に固定したりとかして これで、ね、どっかに固定したりして、まあ、ちょっとガジェットとかの、ね、充電のスペースとか作ってもいいのかなと思ってますでもともとねこれ自体は使っていてこのねプレダクツのデスクの裏側に固定できるんですよこれちゃんとねビスとかで、まあ、デスク裏のね電源周りこれとかでやってたんですけどそういうのがね使えてすごいこれ結構便利だなと思っていたので、まあ、このシリーズでうちはね統一しようかなと思って買っていますそんなにね電源周りって表に出す感じはしないんですけど 割とこう自分でねやる時もなんかこの三つ足とかのねちっちゃいやつとかだと結構こうフットプリントデカめになっちゃうんですよねこっちにもついてこっちにもでかい電源ついてみたいな感じになっちゃうのでまあ一方通行というかこっち側だけでさせるタイプがいいかなと思ってこちらにしていますこれもね気になったら Amazon で購入できるのでチェックしてみてくださいはいあと最近購入したものたちだとこの辺ですねこれもね無印良品のやつなんですけど無印良品最近モバイルバッテリーとか ーこれ、ね、まあ結構前かな半年ぐらい前とかから売り出した気がしていてまあその時ねオーストラリアにいたんでうわ買いたいけど買えないっていう感じだったんですがやっと日本に帰ってきたタイミングで購入してしまいましたいやこのスタイルいいよななんか結構こういうねアンカーとか CIO とか、まあ、U グリーンとかいろいろ結構ねこういうモバイルバッテリーのメーカーたくさんあるんですけど割とデザインが周期的にねこう3年とか4年ぐらいで こうね、刷新されていくんですよ。で、ちょっと前の、まあ、アンカーのね、シリーズとか、結構マットな質感のホワイトですごい好きだったんですけど、なんか最近はね、ちょっとギラつき系の、 こういう感じのなんかね、メタリックな、まあグレーとかホワイトとか、そういう感じで、あ、ちょっとなんか違うなっていうのもあったりしたので、モバイルバッテリーはね、そんなに性能重視っていうよりかは、まあ結構ね、必要十分でいいかなっていう感じだったので、まあこういうね、モバイルバッテリーに購入しています。ちょっと開封してみるか、せっかくなんで。これなんか後々ね、動画撮ろうかなと思って全然開封してなかったんですけど、このタイミングで開封ですね。うわ この,感じをこの無印良品とかの雰囲気をそのままねモバイルバッテリーに搭載したこの 白くてマットな質感これですねこれを待っていましたっていう感じでこのなんか全部の種類がめっちゃこの雰囲気この質感このプラスチックのマットな質感で統一されていてしかもね価格も結構安いっていうところで、まあ、これでいいんじゃないみたいな。 世の中の9割の人はこれでいいでしょっていう感じのね、まあ無印商品のものなんですけど、すごくいいですね。まあ結構パソコンとか持ってくときは結局ね、小さめのまあ電源アダプターとか AC アダプターとかも持ってるので、まああんまりね、このモバイルバッテリーで充電することないかなっていうところで、これはね、一応 7000mAh なんですけど、最大 18W か。まあ最大 18W で、まあスマホとかカメラとかその辺がね、充電できればいいかなっていうところでこれをね、 購入していますあとはまあ普段ねちょっとした充電用 MacBook くらいだったらこれでもいけるのでこれね 65W の充電器そして2つにねこのポートが備わっていてこれとか結構嬉しいんですよねこれとかね電動歯ブラシ充電する時とかタイプ A しか使えないっていう時もね結構あるのでこのタイプ A があるとちょっと旅行にもね使いやすいというところでこういうのとあとまあタイプ A ってもうほとんどないと思うんですけど普段ねスマート家電とかなんかスマート ホームのああいうスイッチボットのやつとかって割とタイプ A だったりするんですよねタイプ A プラスマイクロ USB とかで割とレガシーな端子使われていたりもするのでこれも確か500円とかで買えるんですけどなんかこう家の中で使う時にそういうスマートフォーム系のやつまとめてカメラとあとまあリモコンとかをね、まあ、一緒にこう給電しておきたいなっていう用途で購入しています500円でこの質感雰囲気めっちゃ良くないですかこれ すごこれちょっと後で実際どういうシーンで使いたいのかみたいなのとかをね動画にしていきたいなと思ってるんですけど一応ね開封してみました。いや、まあ、機能的にガジェット好きとしてはちょっと物足りないかなっていうところはあるんですけどこの見た目の風合いとふ、まあ、普段使うなら9割はこれでいいじゃんっていうね この雰囲気、そういうね、用途の潔さみたいなところで、やっぱりこの無印の充電器はいいですね。かっこいい、かわいい。質感とか実際どうなのみたいなのは、後でね、ちょっと紹介していきたいですね。動画。うわあ、この、いいな、これ。この統一感最高ですね。はい、続いて購入したものはこちらですね。 このカメラ本体ではなくて、このシグマのレンズを購入しています。まあ、前回ね、Vlog でこんな感じの動画アップしていて、まあ、その中でね、このパナソニックのルミックスの S9 っていう、このちっちゃいもう手に収まるぐらいのサイズ感なのになんとね、 フルサイズ搭載でフルサイズでしかもこれ手ぶれ補正めっちゃ効くっていうねそういうカメラがね発売されたんですけどこのバリアングルでめっちゃこれコンパクトでミニマルでスタイルがおしゃれだなっていう感じなんですがそれにね合わせるレンズが意外とパナソニック製だと選択肢がなくて割とね普段使いでなんかこうそれなりにね F 値も低い単焦点欲しいなっていうところであれこれ L マウントだからこういうシグマとかそういうレンズめっちゃ合うんじゃない っていうところでこのねシグマの i シリーズの 45mm f2.8 の、ね、レンズを購入していますフルサイズ用のレンズなのに F2.8 同士っていうちょっとね単焦、まあ、点にしては暗めではあるんですけどそれでこうガチッとね取り付けてこのスタイルで使えるのをめっちゃ なんかね富士フイルムとかライカ Q3 とかも最近はね結構人気というかよく YouTube 上でも見かけたりはするんですけど割と高かったりとか、まあ、ライカ Q3 とかね80万とか90万とかするんでなかなかね手が出せなかったりあとはまあ富士フイルムもねだいぶね在庫を絞って本当に予約注文ぐらいの感じでしか買えないっていうパターンなので、まあ、それを考えるとこのねルミックス S9 の筐体にこういうね FP のキットレンズとかで、まあ、バラ売りされて、まあ、中古で3万5,000円ぐらいだったんですけどこういう感じで組み合わせるのもすごくかっこいいしいいですよねこの雰囲気この雰囲気いいこれ実際にね写りも見てほしいんですけど結構この組み合わせでこんな感じで映るんですよね立体感もすごくマシマシだしこの、ね、いつでもカバンに忍ばせてバシッと取れる雰囲気でこういうね スタイルで取れるっていうところで、はこれはもう見た目的にも機能性的にも、ま本当にいいんじゃないかっていう感じで、このレンズをね購入しています。いい感じこの組み合わせ。このねカメラごとちょっと気になったっていう人は、前回ね Vlog アップしていてめちゃくちゃ楽しかったので、ちょっとねその時の動画も見てもらえると嬉しいです。Vlog です。はい続いて購入したものこちらですね。これ多分見たことないっていう人も多いんじゃないでしょうか。こちらはですね。 Kindle でもほぼでもなく、Boox っていうねメーカーが出している電子書籍端末です。この白とグレーのこのツートンカラーめちゃくちゃいいですよね。この壁紙もすごい可愛い感じだし、このね薄さ、本と比べてもこの USB Type-C のポートを見てもこの薄さで、しかも後ろもねほぼ真っ白でこの一応 Boox って書いてあるんですけど、この質感のこの電子書籍端末を 購入してしまいましたね。この感じですね。手に持ってもこの感じで持てるこの雰囲気が最高です。もう少しね使い込んでから動画で紹介しようと思っているんですけども、こちらはねブックスのリーフ2っていうね。 3年前ぐらいいに発売されていた、まあ、電子書籍端末です、まあ、結構ね今も廃盤になっちゃってなかなかね手に入りづらい状態なんですけどたまたまね地元のハードオフを見ていたらこれを見つけて「えっこんなのあったっけ?」みたいな「こんなかっこいい雰囲気だったんだっけこれ」っていうところで、まあ、衝動買いしてしまったっていうわけですねでこちらね。 まあ結構すごいのが普通にねまあ電子ペーパーでこういう感じで動くんですけどなんとこれ普通に Android OS が搭載されているんですよちょっとカスタマイズされているので使いにくいんですけどこんな感じでまあ日経電子版とか一応ねスペック的に厳しいんですけど d マガジンとかあとまあ n d l e とかね結構そういうねノーションとかそういうのが結構使えるっていうところがまあポイントの端末ですねでも結構薄型で軽量何グラムだったかな180とかそのぐらいだったと。 思うんですけど、まあ、これがね中古で2万円ちょいで購入できたので最高にラッキーだったなっていう感じですまあ、詳しくはねちょっと動画をお楽しみにしていてほしいなっていう感じなんですがまあ、こんな感じで普通にね kindle のページがちょっとね重たいんですけど見ることができてこのままこんな感じで本をねしっかりと読むことができますでこれ自体がね一応ページ めくりとか機能に対応してるんんですけどなんかね聞かなくなったり聞いたりっていう感じでちょっとねまだ使いこなせてはないんですけどこういうふうにもともとまあ n d l e 端末をずっと前のやつをね多分2017年とかのやつをまだいまだに使い続けてたんですけどオーストラリアから帰ってきたタイミングでねバッテリーが死んで動かなくなっていたタイミングだったのでどうしても電子書籍端末は白いものがいいというところで これをね購入して今はま満足しながら毎日ね使っているっていう感じです。もう少ししたら動画アップできると思うのでぜひチャンネル登録しながら待っていてくれると嬉しいです。はい続いては手放したものですね。物には出会いもあれば別れもあるというところで今回はこのねデスク上の物のこちらをだいぶすっきりさせました。 こんな感じでデスク上がめっちゃスッキリしてます元々はねここにデカめの32インチのモニターを置いていてその両脇にね、まあ、スピーカーがあってあとまあデスクライトがあってペン立てがあってとかね結構まあ白系で揃えてはいたんですけどちょっとね、まあ、物が多かったんですよねモニターとかスピーカーとかを捨てちゃったとか売っちゃったわけではないんですけど一旦ね押し入れにしまって今はこれだけでちょっとね生活しているっていう感じですでちょっとね、まあ、これだときついかなと思って最初ねこの モモニタモニタターーを 4K 回取り出して付けたんですよねその時にちょっとまあ暗い場所で作業する時に明るさがまぶしすぎたりとか画面がでかすぎて、ね、圧が結構強くてなんか逆にこのヘッドセットの方がちょっと快適だなっていう風にね思うようになってきちゃって一旦、ね、これで使っています。なのでデスクの上はねすごくシンプルでミニマルな雰囲気なんだけど、まあ、この、ね、画面の中はこんな風にマキシマムっていう感じでちょっとねしばらくやっていこうかな 最近まあこれめっちゃいいなと思ったのがこれここにね実は引き出しがあってこの中にね MacBook がこんな感じで入っているんですけどもこのねもともと確かできなかった気がしていてその辺面倒だなと思ってたんですけど多分ねアップデートでその辺が対応されたみたいでこれでもう普通にねこうやってかぶってまあバンドとかつけてねまこの辺とか最近外して使っちゃってるんです ですけど、これでこんな感じで今をね作業しています。デスク上には本当にまあ手に。 使う系のものもですね目に見るとか耳で聞くとかはまあこっちでできたりもするので、まあ、こういうねいつも使ってる点キーとかキーボードとかこの辺はねしっかりありつつもデスク上はスッキリそして下にね引き出しとか電源とかあとは自作 PC とかねこういうのがいろいろぶら下がっていて下にねいっぱいモジュールがついていて上はスッキリっていうスタイルにちょっとねしていこうかなと思っています。やややっっぱデスクがが広いいとこここのままねね動画もこうやって撮りやすいし今これで、ね、見ながら動画 撮ってるんですけどこんな感じで上にね今までいろいろ置いてあった場所に置いてこのね手の上の部分とかはかなりスッキリこのままね 動画を撮ったりができるっていうねこういうところのね切り替えがすごくしやすい点もすごい嬉しいですね何よりやっぱ白系なんでかなりまとまって白で見えるっていうのも最高のポイントですまいずれねもしかしたらうわこれ最高だなっていうねモニターがあるかもしれないしゲームとかをやりたくなったらねやっぱこの自作 PC でまあこの反応速度が速いディスプレイが欲しいとかそういう風にもなったりすると思うのでこの辺はね柔軟に対応していきたいなって感じなんですけど現状はまあ作業っていう意味ではね これで十分かなっていうところです。これが今の僕のデスク上ですね。すっきりしました。 はい。というわけで、今回はね、買ったものと、まあ、一旦なんですけど、手放したものをまとめて一気に紹介してみました。いや、久しぶりね、日本に帰ってくると、こう、買い物の制限とかがなくて、まあ、この大きいものも買えるし、まあ、ちょっとね、いいなと思ったものをすぐ買ってね、トライできるのが、最高ですね。やっぱどうしてもね、海外生活してると、持って帰ってくる時の荷物大変だよなとか、あと、まあ、関税15%かかるよなとか、そういうのがね、いろいろ考えていくと、まあ、 かも円安で高いしとかねそういうののでででちょっっっととねブレーキかかかかかててなかななかがが買えてなかったんすすけど今はもうう最高にその辺が幸せですというわけで、今回はこれで動画終わりにしようと思います。今回の動画で軽く紹介したものたちもあるんですけど、まあ、今後ね、それについて詳しいレビュー動画とかも出していこうと思っているので、ぜひね、チャンネル登録の方お願いします。そしてこれからもね、結構いろいろ買いたいなと思ってるね、まあ、雑貨とか家電系のものがたくさんあるので、その辺もね、 いろいろこれから紹介していければなと思っていますというわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思いますそれではまた次の動画でお会いしましょうとバログでした